こんにちは、セナです。はい、ということで今日は毎日メイクをしていきたいなって思います。今ね、カラコンをつけてます。いつもつけてるカラコンを紹介しますね。こちらです。じゃじゃん。セナがプロデュースしてるこのカラコン、マリーガーネットっていうやつをつけてるんですけど、意外と知らない方が多いのでしっかり紹介していきたいと思います。で、セナのこのスイートジュエリーっていうカラコンなんですけど、これは縁が結構ちゃんとしてて、本当にチュルンみたいなモテ系のカラコンになってますので、モテたい方はこちらを使ってください。で、本当になんかエッコの子とかセナの知り合いの方とかたくさんつけてくれてるんですけど、つけたらすごいね、今日女の子っぽくない顔とか思った日はだいたいセナのこのカラコン使ってくれてる時が多いから、マジでおすすめです。ということで、ちょっとメイクしていきます。さっき美容室行って髪の毛ちょっと暗くしてきました。で、今すっぴんなんですけど、こっからメイクしていきます。こちらティルティルマスクフィットトーンアップエッセンス、こちらを化粧下地として使っていきます。こちら今日のお供、トマトジュース。乾杯。こっちも飲みます。なんかせいな、最近なんか飲み物を飲むときに複数飲むんですよ。複数飲む。1個飲んでも物足りないから、なんか3つ2つ置きながらそれをなんか交互に飲むみたいなのが流行ってて、自分の中で今日は2つこちら飲んでいきます。ということで、こちらね、これはね、初めて使う。今日は忘年会があるんですよ、事務所で。なので時間がそんなにない。なんかね、最近そういうの気づいたことがあるんですけど、メイクはちゃんとやるよりもサササってやった時の方が漏れるってことに気がつきました。だから今日もメイクは15分で終わらす気持ちでメイクしていきます。確かにめちゃくちゃトーンアップするわ、これすごいな。もしかしたらいつも使ってるやつよりもトーンアップしてるかもしれない。なんか去年の夏とかはめっちゃね、白肌意識してたんですけど、化粧下地とかファンデーションとかもとにかく肌が白くなるのを探してつけてたんですけど、最近なんかあんまり白肌は白肌なんですけど、そこまでなんか白くしようっていう思いが強くなくて、あんまりセナの個性がちょっと消えつつあるので、白いファンデーションおすすめある方は教えてください。あ、でもめっちゃいい感じ、こんな感じです。結構肌白くなります。そしたら最近セナはずっとこれを使ってます。じゃん、ヘアブラッククッション。家の照明頼んだんですけど、それが届いてないので、セナの YouTube の事務所の方からなんかいらなくなった照明を一時借りてるんですけど、その照明がね、こんなの白っとこめっちゃライト照らされてるから、すごいね、漏れてます。多分顔じゃなくて雰囲気で。なんかね、ファンデーションは出るし、テレビでやってたんですけど、全部に塗ると顔が遠くから見たら平べったい顔に見えちゃうらしいので、中心部に塗っていきます。ちゃんとまぶたの下とおでこのところに塗っていきます。塗れたら、なんか最近セナコンシーラー使うようにしてます。で、なんかね、まぶたの下がちょっと黒いのでティッシュでオフします。ファンデーション塗り終わりました。ということで、コンシーラーこちら使ってきます。イシャザコンシーラー、これを、最近ほくろ増えてきてちょっとコンプレックスなんですけど、それをちょっと気にするようになったので、コンシーラーでちょっと薄めていきます。なんかね、ほくろって消した方がいいらしい。知ってる人もいるかもしれないんですけど、ほくろってなんか透明感を半減させちゃうって聞いて、なのでしっかりコンシーラーを使っていきましょう。でね、本当はね、コンシーラーね、塗ったらちょっと置いとく方がいいらしい。とりあえず今日はもう普通に。そしたらまず目からやっていくんですけど、こちらね、最近ね使った、これはプレゼントでいただきました、ボーンディスウェイザナチュラルヌードアイシャドウパレット。これすごいの、本当にクリスマスっぽいカラーの、左から4番目の下のね部分、薄いピンクのところをアイホール全体に塗っていきます。で、これは眉毛の下ぐらいまで薄くグラデーションっぽく塗っていくイメージで、セナは本当にピンクメイクが自分の中で合ってるかなって思うので、グラデーションっぽくまぶたを塗っていきます。はい、そしたらまつげがバラついてるので整えます。そしたらまぶたの下、ここにも塗った、上のまぶたのところに、こちらクリオのこのキラキラ、ここ大粒のキラキラが性能的には好きです。これをまぶたの中央だけに塗ることになって、目の縦幅が強調されるので、これは必須工程です。眉毛の下ギリギリまで縦だけに塗る、全部塗っちゃうとちょっとあんま意味いかない、ちょっとねキャバくなっちゃうので、韓国っぽくこの眉毛の下まで塗っていきます。
そしたら次に涙袋なんですけど、涙袋はセナはいつもハイライトを使ってます。ハイライト、これもね、これすっごいもうおすすめ。ハイライトの中で一番セナは好きです。クリオのプリズムエアハイライター、こちらね、これね、ゴールドだと気がする色が。これ結構知ってる方多いと思う。これを涙袋に塗っていきます。ちょっとね、あの目細めると出てくるので、急に沿って、オッケー、こっち塗ったらこっちも塗ります。この前メイク動画撮りたいなと思って、この家で一人でカメラ回したので、なんか清楚メイクやったんですけど、その時ライトなかったから、でもライトなくてもいけるかなと思って、あの家のさ、インテリアの照明使ってやったんですけど、暗かったのやっぱり、だから分かんないかなと思って削除しました。ごちそうさまです。はい、次にここ涙袋のここのところに、右から3番目の下の茶色い色で垂れ目にするように、横にしちゃうとちょっと切れ長っぽい面になっちゃう気がするから、こう縦に、ね、垂れ目になるようにね、茶色のシャドウを塗っていきます。これ線路的にシャドウを塗るのを横長っぽく引いちゃうと、本当に目の形めっちゃこれの工程で変わるって思ってるから、ここは結構真剣に命かけて強い意志でやってます。はい、こうすることによってちょっと垂れ目になりました。で、これはセナの普通のテクニックなんですけど、垂れ目のところにシャドウ塗った後に、ここ横の大きさを出したくない人はここは消した方がいい。なるべくシャドウが縦のラインになるようにセナはティッシュでオフしてます。あとから、そしたら涙袋を引くんですけど、涙袋はこちら、みんな大好きケイトのダブルラインエキストパート LV1、 これね、極薄ブラウン、これはめちゃくちゃ優秀さんなんで、こちら涙袋に引いていくんですけど、垂れ目っぽく引きたいので、線路はちょっとにじり寄りの涙袋の線を濃く描きます。できた。そのね、涙袋の線をどこに描くかによってね、結構目の形ってほんと大きく変わるので、ここも慎重にやった方がいいかもしれない。そしたら上からもう一回涙袋にハイライトを塗っていきます。これで結構マジ目が丸くなるのでおすすめです。はい、 OK。 ほらめっちゃ変わったくない？わかるかな。そしたらアイライン引くんですけど、アイラインはなんか黒だとちょっとセナの顔には茶色の方が似合ってるなと思ったので、茶色のアイライン使っていくんですけど、本当はセナはキャンメイクの茶色のアイラインが好きなんですけど、今日なかったので、デジャブのライスティングファインってやつ、こちら使ってきます。とりあえずね、茶色のアイラインだったらいいです。これを垂れ目に引くんですけど、最近ちょっとライン引くの難しくなってきた。セナは垂れ目の甘い顔が好きなので、本当にはみ上げになったらもう一日がなれぼよになっちゃうので、アイラインはマジで重要だから、皆さん本気で全集中にしてください、アイライン引くときは。オッケーオッケーオッケー。おー、いい感じ。あ、よかった、決まった。こんな感じで引けたので、上はね結構薄めに引きます。おかえりなさい。お願いします。遅くない？逃亡してたっしょ。え、何買ってきてたんですか？小泉さんがコンビニで甘いものを買ってきてくれと言ったら買ってきてくれました。ファミマね。こちらダブルクリームサンド炭水化物31、あざす、食べます。これセーナ大好き、昔めっちゃ食べてた。いや、メイクしてる時ちょっとなんか食べながらいつもやってる。でも靴下買いすぎじゃないですか最近。え、何？なんで？グッチの靴下、セリーヌの靴下。こちらグッチの可愛くめこの靴下、女の子に寝てる時これ履こうと思って。これも可愛い、セリーヌの足元のなんか大事にするといいらしいです。お菓子食べたんで、こちらアイライン引いていきます。上もね、上はめっちゃ薄くできました。そしたらマスカラ塗っていきます。こちらもデジャブです。これね、塗るつけまつげみたいなやつだった気がします。のボリュームが出る方を買ってます。多分まつげって人それぞれ状態が違うと思うんで、スカラとかなんか好き嫌いでいいと思う。十分に合ったやつを探せば。でセナは目尻のところは垂れ目にしたいので、これ、ね、まつげを上から塗ってるの、こうやって。でマスカラ上塗って、下は、この目尻のここしか塗ってないです。そしたらね、ホットビューラーでまつげを上げるんですけど、温めるのを待ちます。でその間にね、眉毛を描くんですけど、この前アートメイクしたのエースクリニックでめちゃくちゃ良かったんで、皆さん人生変わるので本当に行ってみてください。てかなんかせやな、甘めの顔って平行眉かと思ったら意外とそうじゃないらしくて、アーチ型の眉毛が意外と甘く見えるらしい。可愛らしい印象になる。はい、そしたらね、眉尻のとこしか今描いてないんですけど、これでちょっと一旦眉毛整えて上からマスカラしていきます。あ、ね、アート眉してからめっちゃメイクが時短になりました、ね、で眉マスカラ、セザンヌのアイブロウマスカラ、ナチュラルブラウンを使っていきます。
たら涙袋の真ん中のところに大粒のシャドウ、これも真ん中だけ塗ることに意味があるので、全部塗っちゃったら意味ないです。ここに塗ることによって縦幅が強調されます。いい感じにできました。そしたらノーズシャドウ行くんですけど、ノーズシャドウ、これケイトのライトブラウン系デザイニングアイブロウ 3D の真ん中の色を使って鼻筋を描いていきます。上はあんま濃くしない方がセーラー的には大人っぽい顔にならないので、鼻先は結構濃くいつも見えてます。ここにも塗ると鼻高く見えて、ここね、横にね線引くとより高く見えるらしいので、やってみてください。ここの下の三角にね、だってこれね、めっちゃバズってましたよ、このやり方。そしたら手でぼかす。はい、次もうそろ終わります。で、さっきの紹介したハイライトをここ、これはもうなんかね、ニュアンスでやってました。鼻先とこの T ゾーン塗って、ここで、顎の下。そしたら次、チーク最後塗っていくんですけど、チークこちらです。キャンメイクのグローフルーツチークス02番、これを丸くセロは塗ってます。横にこうやって塗っちゃうと大人っぽい老けた印象になっちゃうらしいので、なるべく丸をイメージして塗ってます。いい感じな気がする。はい、そしたら鼻先にちょっと塗って顎にも塗ります。てかさ、口にずっとチョコついてたら汚くない？やだ。はい、ということで完成しました。シェーディングを忘れちゃったので、後からねシェーディング、このクリオンのやつ使って削ったんですけど、セナの画面はこんな感じです。まあ、追加してるからちょっと下がってきちゃうから、それを防ぐためにホットビューラーするといつもねパチッと元になるんですけど、充電器がなんか見当たらないので、まあ今日はしてないです。ということで、こんな感じのメイクだったんですけど、変わったことはありましたでしょうか。まあポイントとしては、アイラインが茶色のことと、あとこの涙袋の下の方、ここにも塗り方のポイントと、チークの塗り方、この3つが最近変わったことかなって思うので、忘れちゃった方は巻き戻して見といてください。ということで、以上セナの毎日メイクでした。チャンネル登録お願いします。